今日の試合を振り返っていきましょう。まずは立ち上がりの野上です。いきなりピンチを迎えてペゲーロツーベースから島内のタイムリーツーベース、楽天が今日は1点を先行します。甘いボールが立ち上がりは非常に片田さん多かったでしょうかね。野上は確かに、ね、逆球とかね、ペゲーロ打たれたのは逆球なんですけどね、はい、そして満塁から久しぶりのスタメンの藤沢、これが2点タイムリーツーベースになって3点目、2人が帰ってきました。これが大きかったですね今のね、そういった最後ですか。そうですね、三塁二塁で7番の岡島、低めのボール追い込んではいたんですが右中間タイムリースリーベース、さらに2点を加えて1回に5点を先制したイーグルス。3回です。ワンアウトランナー三塁から藤田のこの打球、秋山前進してボールを掴んでホームへ送球、岡島帰ってきましたがホーム、これは見せてくれたですね、昨日もいい守りがあった秋山の今日はセンターからのスローイング、ホームアウトにしています。新谷の星のタッチプレーもいいですよ、一方の三馬です。 1,2 回0に抑えて、あのいいプレーがあったイニングですね。トロサキ完璧に捉えてますよね、はい、第2号のソロホームラン、1点を返してこれで4点差に3回変わりました。その後も秋山がツーベースあってチャンスあったんですが1点止まりという攻撃になっています。これが5回の投球、木村三振、トロサキスライダーで三振、今5回まで2安打ピッチングが続いています。後半に入って6回です。まあ、4回からガルセスが投球してだったんですが、今日のガルセスの投球に関して言うと、今は高いんですよ、球自体が全部まっすぐにスライダーにしても全部高いです、その辺をしっかり意識して、もう一度ピッチングね、やってくれればいいと思います、3人目福倉が上がって7回ですが、ワンアウトで三塁二塁ピンチでこの場面です。メディアからホーム送球、一旦はセーフになります。一旦は7点目が認められたんですが、辻監督出てリプレイ検証になります。この辻監督も、アピール、OK ですよ、もう捨ててたらもうそんなもんいかないですからね。そうですね、まだいけるっていう気持ち の, アピールですよ。6対1という場面で辻監督が出た、いいタイミングだったと思うんですけどね。早速に審判の森です。お待たせいたしました。リプレイ検証の結果、アウトで試合を再開いたします。判定が覆った場面です。でここでなんとか踏ん張りたかったんですが、福倉そうは佐世治と足立のタイムリーヒット、2点が入ってこれで8対1、その差7点と変わります。足立にも1本出た今日の楽天です。8回4人目、昨日に続く連投の藤原、ノーアウト1塁から3番の島内、あの高めを島内が高橋さん持ってたんですね。やはり高いとね、どうしてもこういう形になってしまいますね、今日は10点取りましたが、ホームランでいうとこれが唯一のホームランでした楽天。そしてライオンズは今日2本目のホームラン、この先引っ張っての第3号ホームランです。しかも変化球ね、スライダーだと思うんですけど、はい、まっすぐホームラン、スライダーホームランってすごいことですよ。これがまたいいきっかけに明日以降なりますね。まだしょうがない。